油坂峠は国道158号上にある福井県大野市と岐阜県郡上市を結ぶ峠。最高地点の標高は780メートル。1575年の織田信長による越前一行、一騎討伐で九条遠藤氏がこの峠を守備した一騎軍を撃った際、流れた血が油のようにぬるぬるして道が滑って歩けなかったことから油坂と名付けられた説。 岐阜県側から峠までの標高差が約420メートルと険しく、峠を登る道で旅人がだらだらと油汗をかいたことから、油坂と名付けられた説。岐阜県側の標高差は、油坂峠道路の構造を見ても実感できる。現在は百八十六年十一月十八日に共用を開始した国道五十八号、トンネルによって、 数年往来が可能である。道トンネルは1999年4月26日に中部縦貫自動車道の一部である油坂峠道路に編入され、現在では東海北陸自動車道と連絡している。なお、旧道の油坂水道は1889年に開通した。当初は人道水道だったが段階的に拡大され、現在では 車両同士の対面通行が可能である。大野市の旧油坂峠料金所の手前にある分岐の細い道を分け入ると到達する。さらに、油坂水道の脇にある山道を行くと、油坂峠に行くことが可能である。この油坂水道を含む旧区間は、油坂峠道路が自動車専用道路であることから、現在も国道158号の一部である。 油坂峠道路が2005年9月30日に無料開放されるまでは、旧区間も除雪を行い、当期も通行可能としていたが、現在は冬季通行止めとなる。ありがとうございます。